はい、皆さん、こんばんは。はい、ということで。本日、いや、明日の早朝に迫りました。UFC294 の勝敗予想を今日はしていきたいんですけども。えー、まずは、ビクターヘンリーですか。えー、ビクターヘンリーも出るので、皆さん応援しましょう。えー、ちょっとビクターヘンリーは相手がよくわからないので、勝敗予想を割愛したいと思います。そして、 私がタフの決勝で戦ったティム・エリオット。対、今、えー、ま、タイラ選手と並んで、フライ級で注目されている、10戦全勝、10連勝中の若手、期待のホープ、モカエフの戦いも決まってます。これは面白いですね。世代交代マッチっていう感じだと思うんですけども、ちょっとここはですね、ティムに意地を見せていただいて、えー、頑張ってほしいなと。 思いますモカイフは、打撃で行くんじゃないかなと思いますね。まあ、どうかなと思うんですけど、ティム、スクランブル強いんで、えー、なかなか難しいと思うんですけど、でも結構首系をポッと取られることがあるので、ティムは。あと、やっぱりね、ノーガードなので、えー、結構打撃をもらう、特にハイキックですね、もらうところがあるので、そこは怖いんですけども、えー、ここは、えー、ティムエリオット、 スクランブル合戦で判定勝ちを予想したいと。思ってます。これは本気で勝敗予想ですね。そして、ウスマン対チマイフということですね。これは、ええー、まぁ、あ、お互いウェルターの選手だったんですけど、ミドルでやるんですね、今回は。ということで、ええー、まあ急遽のオファーでウスマンが出てきたんですけども、えー、これは急遽じゃなくても、まあ私の予想ではチマイフ、 が、えー、勝つんじゃないかなと、そういうふうに思ってます。えー、まあ、チマイフ1ラウンドで、バックチョークで一本勝ちかなと、えー、私は予想したいと思います。えー、ちょっとチマイフのテイクダウンは、テイクダウンを行くのは、ウスマンはすごい強いと思うんですけども、 ええーま、エドワーズにテイクダウンもされたりしてましたから、寝技のディフェンスもちょっとハテナなところがあるので、ウスマン。これが3ヶ月前とかのオファーで3ヶ月みっちりですね、しっかり、あのー、練習が冷ただらまたちょっとは変わったと思うんですけども、それでも体格差など、えー、あとはまあ年齢的なものも含めて、えー、チマイフ圧倒的有利だと僕は睨んでます。えー、チマイフ1ラウンド、バックチョーク1本勝ちかなと。 思ってますはい。ということでですね、すごい楽しみですね。今回のシ c 2 9 4えー、それを見てですね、また感想動画も上げたいと思うので皆さん、素晴らしい週末にしてください。ではご視聴ありがとうございました。